よし、じゃあメニュー表を読みましょう。はい、はい、お願いします。あ、楽しみ。はい、まず天ぷらですね、うん、これがおすすめやって言ったんで、はい、僕これ行きたいんですよ、土日限定。美味しそう。あとはランチなんで、はい、ここら辺のメニューですかね。炙り焼肉10、ビーフシチュー。これこの間食べましたもんね。はい、食べました。美味しかったですね。美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかった。なんでそっちが天ぷら前です、はい、あ、これ平日限定や。あ、だからこっちに入ったらあかんね。どうしますか。僕天ぷらいきます。炙り焼肉10でいきますか。はい、じゃあもうお呼びしましょうかね。はい、はい、お願いします。楽しみですね。はい、めちゃくちゃ楽しみです。でも天ぷら好きなんですよ。美味しいですよね、天ぷら。あ、先生よろしいですか。じゃあ僕天ぷら、はい、天ぷらはい、よろしいですか。炙り焼肉10、はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。いただけることをお呼びいたします。はい、お願いします。さあ、楽しみだな。雰囲気がいいんですよね。雰囲気ですよね、本当に。しました。炙り焼きの方になります。はい、お待たせいたしました。トービング氏の方熱いです。お気をつけてお召し上がりください。終わりましたらデザートがついておりますので、お待ちください。ありがとうございます。あ、美味しそう。そう。聞きたすね。いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。食べないけど。あ、お肉、え、そうなんですか。ご飯の上に乗っかってますか。ご飯の上に乗っかってます。めっちゃ香ばしい匂いが、うん、美味しそうです。そっちも、あ、ありやな。ありです。ありじゃない。全然でも天ぷらも全然いないけど、めちゃくちゃ美味しそう。早速じゃあ、ね、いただきましょう。入れるんや。食い方が分からへんもんな。なんでまず俺はこのサーモン食べよう。早速天ぷらいかな。見た目がサクサクっぽいね。うん、見せ方がね、見せ方がいいっすよね。うん、綺麗です。うん、これだし作ったけど、ちょっとこっち行こうかな。お肉とご飯の間に、うん、椎茸が、いや、あの、そんなとてもうまいな。うん、美味しそう。うん、うまいっすか。うん、すき焼きとはまた違うんですよね。ここはちゃうの。うん、え、甘くないってこと。うん、そうです、甘くないです。香ばしい香りが、うん、ガツンときます。醤油ベースの、食わな分からないやつやな。そうです、そうです。初めての味。初めての味です。マジで、うん、美味しい。ほんと香ばしいのが好きな方は、うんうん、大好きな味だと思います。香ばしいのってみんな好きなんちゃう。ってことはもうみんな好きや。じゃあ香ばしいのってみんな好きとじゃん。あ、焼いてあるでか、だから炙り。そうです、そうです、そうです。あ、ミニ肉じゃないってことは、見てある牛タンとはまたちゃうっていうな。うん、ここらんで塩を。あ、玉ねぎだ。あ、めっちゃ甘い。玉ねぎ絶対美味しいじゃないですか。めちゃくちゃうまい。この玉ねぎめちゃくちゃうまい。つゆにつけて。めちゃくちゃ甘い。で、野菜チョイスがいいな。うん、玉ねぎ、なすび、うん、かぼちゃと好きなやつばっかり。あ、大きくないですか。大きい、うん、この大きさはなかなか見ないです。うん、美味しくて黙っちゃいます。うん、
うん、タケノコも入ってるから食感が本当にすごくいい、うんうん、そうなめちゃくちゃそっち興味あるの、うん、今日も出てきた今めっちゃ美味しいですよ天ぷら一択やと思ったけど絶対天ぷらの方がうまいなと思ったけど、うん、美味しいですよ、まあ、天ぷらも美味しいですそんな下にいろいろ入ってるな、うん、びっくりです肉がメインのようで全部やなしいたけは甘辛いあご飯に合います、うんこのしいたけの出汁がいいよねしいたけ美味しいですよね、うん、これねこんちゃんあ女子は結構ボリュームあるんちゃうかな全然いける余裕です余裕でいちまう、はい、うまいもんは余裕やわ普通の女子がどれぐらいどれぐらいかなボリュームがすごくありますあるんめちゃくちゃありますボリューム肉やからね、うん、しかも肉も柔らかさだけじゃなくて、うんね、タケノコの歯ごたえとかいい食感です、うんそんな感じで書いてあったっけ天ぷらがあんま絞んないぐらいまでまして次回は天ぷら天ぷらいやもうちょっと食べてほしい本当に、うん、夏も好きなんですねうん何入ったっけしめじと、うん、鶏肉と、うん、エビが入ってます完璧や完璧です美味しいですスーパーお出汁が美味しいやつ、うん、お出汁美味しいです鶏のお出汁って美味しいですよねうん、そのキノコの類と、うん、甲殻類と、うん、完璧やな、うん、やっぱ天ぷらを舐めんなってことですね天ぷらって限定食でしたっけ土日限定とか、うん、予約必須ですね予約必須カレーもサクサクやちょっと時間経ってる、うん、お酒のように飲むホッとする味ですまあいいねそれはうんお店の雰囲気がいいから、うん、リラックスしてうん、食べることができます、うんうん、庭がいいよね外庭がなんか庭撮ってしまう写真うんそうな最高ですなこれ見ながらね、うん、食べるのが本当いいお店ですよ本当、うん、本当は教えたくないけど結構言うだけだなこれいろんな人に話そう知っとく言いたくなるお店や満足ですね大満足ですこのロケーションにこのご飯にね最高です最高だはい美味しかったっすよ美味しかったですごちそうさまでしたごちそうさまでしたって言いながらスイーツがあるじゃない